どうもこんばんは、武蔵先生でございます。ということでですね、もう1週間以上経ってしまったんですけれども、旅行でね買ってきたあれをねちょっとねご紹介したいと思います。こちらですね、テレーン。ということでですね、こちら江ノ島の本島で買いました。こちらでございます。ティーン。ということでね、こちら欲張り美人守りのストラップの方ですね。こちらに、こちらでございます。ディディーンとね、このチャームをね、つけるんですよ。こちらがまずですね、これ美髪でございます。武蔵先生もね、やっぱり髪の毛がだんだん細くなってきてしまいましたのでね、この美髪のチャームですね。あとこちら、美肌でございます。そうなんですよ。武蔵先生もね、まあ、実年齢より、まあ、かなり若く見られることが多いんですけれどもね、それでもやっぱりもうね、毎日毎日鏡見ちゃため息つくぐらいの心境になってまいりました。同年代ぐらいの、人たち、まあ、男性も女性もね、やっぱみんなもうね年相応なのよ。年相応になるともうほんとね、もうジジイババアなんだよね。本当に初老になっちゃうんで。なんですけどもね、武蔵先生まだねかろうじてこんな感じなんですけれどもね、それでももうねかなり衰えを感じてきてしまいましたので、神頼みにまですがっております。このチャームだけでもよかったんですけどね、やっぱりねここはケチっちゃいけないということでね、こちらこのストラップにねこれをくっつけて、持ち歩くね。ただね、なんかカバンとかにつけちゃうとね、なんか知らぬ間にどっか行っちゃいそうなんでね、お部屋に飾ろうかななんて思っております。あとですね、旅行行ったのが湘南の方だったんですけれども、テラスモール湘南というショッピングモールがありましてね、そこのアクセサリー屋さんでね、こちらを買ったんですよ。久々に買いましたね、こちら、トゥルルルダダーンと。はい、ですね、これストーンマーケットというお店でね、買ったんですけれどもね、久々にピアス買っちゃいました。最近マスク、ね、コロナ禍になってマスク生活するようになってからね、めったにピアスしなくなっちゃったんですけれどもね、冒険したいなということで、こんなん買っちゃいました。ででーん。これね、なんだかわかりますか。これそう、カメレオンなんですね。カメレオンのピアスを買いました。こちらでございますね。いいとしてこんなピアスしてたら痛いんですけれども、まだね、なんとかなるということでね、買いました。ディディー。はい、ということでね、こんな感じでございます。ですね、ちょっとね、こう尻尾がくるんってね丸まってるんでね、他にもあったんですよ。なんかね、恐竜とかエイリアンとか。ただね、こう後ろにビューインって伸びてるんで、なんかこう洋服とかね、こうショルダーのこう紐とかをね引っ掛けたらちょっとねやばいんじゃないかっていうことで、このね丸まっている、尻尾が丸まっているね、このカメレオンを購入いたしました。いかがでしょうか。ちょっとキモいかもしれませんけれども、少しでも若作りしたいということで買ってしまいました。久々ですね、ピアスつけるのもね。はい、まだちゃんとね穴は健在でございます。最近ほんと年を感じるようになりましたんで、自分でできるねこうケアっていうのをねしていきたいと思います。美容グッズなんかをね買って紹介なんかしていこうかなって思っております、これからもね。ということで、ご視聴ありがとうございました。